改めましてね、ひとつなぎカフェにいてるんですが、もみのさんのリクエストということで、僕はね、男前たちにお話を聞いていこうかなと思っております。すごい男前か、ちゃんと男前揃えてる。今日も男前が揃ってます、みのさん、ま、はい、では改めてご紹介しましょう。まずはキャプテン坂本選手です。よろしくお願いします。はい、そして武田選手、よろしくお願いします。そして舘野選手、よろしくお願いします。はい、今3人来てくれておりますけどもね、まあいろいろ聞いていきたいところはあるんですけども、まずは FC 大阪、まあ、どんなサッカーをするチームなんかなっていうのを聞いていきたいんですけど、キャプテン、はい、チームは、攻撃的にアグレッシブに戦うチームで、2点取られても3点取って、まあ、4点目追加点狙う攻撃的なスタイルのチームです。とにかく点取るぞっていうチームでね、はいはい、で現状今どういう位置にいてるんですか。チームは現在2位につけています。これすごくないですか、皆さん2位ですよ今。そうなのよ、ね、うん、でこれどうなんですか、実際今2位という結果なんですけど、チームの中でこうやっぱりいろいろあったんですか。順調にいった2位なんですか。いやそうでもなくて、はい、うん、結構やっぱりチームは昔から夏場が弱いって言われていて、あ、はいはいはい、で夏場に今年とかどう、こう勝ち星を増やしていくかっていうのがあったんですけど、うん、はい、まあ、夏の前に6月19日に花園のラグビー場の第一グラウンドで試合した時に、はい、すごくお客さん来ていただいて、はい、でそこでチームと選手もやっぱり J リーグっていうのもすごく意識するようになって、やっぱりそういう応援されるっていう気持ちが多分みんな選手も伝わって、こう夏場そういうのもあって乗り越えて勝ち星が増やした。応援が力になって、お二人どうですか、それを感じました。やっぱりそうですね、まあ、僕も6月19日はピッチ立たせてもらったんですけど、やっぱりすごかったですね、その声援というか、やっぱりまあこのキャプテンの周君がゴール決めた時のスタジアムのうねりみたいなのはもう鳥肌立ちました。いや実際美濃さんも行ってたんですよね。美濃さん、そうです、そうです、ね、私は行きました。やっぱ声援うなってましたか。いやもうすごかったよ、あの日すごかったということでね。ほんでこれ今ねずっと J を目指してたじゃないですか、はい、で今可能性が出てきてるんですよね、はい、ちょっとその現状をねちょっといろいろ説明していただきたいなと思うんですけども、はい、昇格には大きく2つ条件があって、はい、1つが成績面で、はい、で成績面も2つ条件があって、うん、1つ目が、リーグ戦の順位が4位以内、4位以内ね、はい、でもう1つの条件が100年構想クラブの上位2チーム、はい、それも4位以内なんですけど、うん、100年構想クラブが簡単に言うと、うん、プロスポーツチームを目指している J リーグ加入を目指しているチームになるんですけど、JFL の中でも企業チームや、プロのチームを目指してないチームがあって、上位の今1位にいるホンダ FC さんや、うん、3位の、東京武蔵の、うんうん、4位ですね、4位の東京武蔵野さん、はい、5位の丸安岡崎さんは目指していなくて、はいはい、100年構想クラブの上位2クラブが今 FC 大阪とその下が奈良クラブになっています、はいはい、なので、順位的に次勝てば、2つの条件を満たして昇格の条件が揃うってことですね、まあ、ライセンスを持ってるのが吉大阪やし、順位的にも大丈夫、はい、ただこれだけじゃないのにね、はい、はい、もう一つが、観客動員数が関わってきていて、はい、残り2試合で約5800人来ていただかないと昇格できない。この集客という部分でも頑張らないといけないと、はい、これ実際ね、武田さんどういう活動されてるんですか、集客に関して。そうですね、ここ3人でも行ったことあるんですけど、はい、東大阪の中でポスター活動であったりとか、うん、あとは服部陸上競技場の方で試合する前の週とかでは、緑地公園駅っていう一番近い最寄りの改札前でチラシ配りやらせてもらったり、もう自分たちで、はい、はい、とか、サッカーイベントって形で東大阪にあるチームに訪問させていただいて、うんうん、そこで一緒にサッカーをやったりだとかっていう活動をやらせてもらってます、うんうん、もうとりあえずもう草の根活動ですね、はい、チームも下のところからもどん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 やっていこうということで、はい、集客も頑張ってるんですけどね、まあ、美濃さんここでさやっぱりサッカー見せてって言っても無理じゃないですか。そうね、だからちょっと今日はね、もう美濃さんに代わってこの3人のパーソナルの部分をほじくっていきたいなと思ってるんですよ。そうやね、もうそういうの聞かせてほしい、ね、それが欲しいやろ。そうよ、はい、じゃあちょっとこういう聞き方しますね皆さんそのサッカーはもちろんやられてるんですけど、まあ、私生活とかの中で自分たちのこのなんていうんですか、ポジションを保ってる、ポジションを保ってる、そういうのなんかあります、うん、そうですね、僕はよく DIY を DIY やるドゥイットヨーセルフ、何か作るってことですね。そうですね、はい、例えばどういうのを作られる。
そうですね、もう本当簡易的な棚とか、収納できるような簡易的なものをよく作って、はい、だって皆さん、キャプテンはホームセンターで買い物してるんやで、ほんまやわ、もうそんなんイエース目立つやろね、出会いたいやろな、ね、目立つやろ ねもうね、失敗もなく出来上がるんです。いや、もう初めの方は、サイズ間違ったりして、ね、3回ぐらいホームセンター行ったり来たりしてて結局高くなる、ね、そうです、はい、そうだ、怪我しないようにね、しないよね、意外といい普通のことやってそうですね、そういう時間が自分のやっぱモチベーション保つ時間に変わってる、そうですね、オンとオフの切り替えで、はい、田さんはどうですか。僕はこのホームタウン東大阪で毎週木曜日にサッカースクールやらせていただいてるんですけども、はいはいはい、まあ、対象としましてはもうがっつりサッカーに使ってることよりはもう本当にサッカー習い例えば始め立てというかエンジョイサッカー、はい、そうですね、はいはい、もう遊びの延長みたいな感じなので、はいはい、まあ、来てくれる子来てくれる子もう本当にもう本当にボール使って遊ぶところなんですけど、うんうん、なのでまあ一緒に僕も遊んでるような感覚でいつもやってたので、本当に遊んでくれるお兄ちゃんっていう感じだったんですけど、はい、でもこの鈴鹿さんとのここでの花園でやらせてもらった試合をきっかけに、まあ、みんな来てくれて、で次の週からもう太刀の選手として扱ってもらえるようになり、変わったんや、はい、今までね、グラウンドに行けばなんかこうすぐ寄ってきてパンチされたり舐められてた自分が、いや、はい、変わったと、変わりましたね、まあ、だからそういうところでやっぱモチベーションが変わったと、そうです、それをきっかけに、はい、かなり頑張ろう的になれたので、いいよね、一緒にやってもらったね、サッカー好きのお兄ちゃんからね、サッカー選手に変わった瞬間、はい、どうですか、高田さんどうですか。結構多趣味なんですけど、はい、まあ、その中で群抜いてるのがサウナです。あ、出ました、サウナサウナです。あ、やっぱ、ま、だいぶ前からサウナを入られてた。そうです、だいぶ前からサウナ好きだったんですけど、最近今整うって言葉流行ってると思うんですけど、まあ、それが何ぞやってことで一回やってみたら、まあ整って、あ、これ整うしかないなって感じですね。皆さんこれまた別でタイヤさんコーナー作ってください。多分これもほじくり出したらもう多分僕と喧嘩なって思うんで、ディベートでも全然、金様とね、ぜひディベートでも全然やる。サウナをやられているということで、まあ、こういう、ね、プライベートな部分もあるんですけど、やっぱりね、最後はちょっとお一人ずつメッセージいただいて、サッカーに対する思いとか、今後の思いをちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、ちょっと一人ずついいですか、立野さんからいいですか。はい、残り4試合になります、ホームゲーム2試合あります、ね、先ほどもあったように観客動員数が昇格の一つ条件になりますので、ぜひ残り2試合で12月20日はここ花園ラグビー場第1グラウンドで試合ありますので、ぜひ多くの方に来ていただきたいです。よろしくお願いします。サッカー好きのお兄ちゃんちゃうよ、はい、そしてサウナ、サウナはい、サウナです。まあ、FC 大阪自体、試合出てないメンバーも、チーム一丸となって、またまあサポーターの皆さんと、まあ、チームだけじゃなく地域全体一体として、頑張っていきたいと思っているので、ぜひ優勝昇格全然見えてるところだと思うんで、最後の最高の瞬間を見に来てください。よろしくお願いします。はい、そしてキャプテン、はい、チームは昇格はもちろん優勝を目指して戦っています。11月5日には、首位のホンダ FC との対戦もありますし、11月20日には花園ラグビー場の第1グラウンドで試合があって、まあ、そこで優勝と昇格が報告できるように、うん、戦いますので、うん、ぜひ会場に足を運んで応援よろしくお願いします。はい、もう地元のチームなのでぜひ皆さんと一緒に感動の瞬間を味わいたいなと思っておりますので、はい、スタジアムでお待ちしております。以上 FC 大阪のお三方でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。